こんにちは、えー、今回ご紹介するのは大人気ラノベの外伝ということでソードオラトリリアというシリーズになります、えー、この、まあ、通称「断末と呼ばれているこのラノベのシリーズなんですけれども、えー、本編の方は、えー、男性が主人公なんですがそのもう一つの並行する裏ストーリーがこの今度はヒロインを主人公に展開されていくということで、えー、本編ではわからなかった。 謎謎のいうか裏ですね裏でどういうことが行われていたのかどういうストーリーがあったのかということがこのシリーズを読むと分かるということでこれシリーズ自体も単体で読んでも非常に面白いシリーズになっていますのでこの「マチの本編の方とこの「外伝」の方と両方読むとより楽しめるのではないかなと思いますそして本編だけでわ分からないようなこともたくさん分かるようなそんな内容になっていてこちらの内容も本編同様に非常に熱く興奮する内容になっていますので えー、冒険ものとかロールプレイングが好きな方は是非、えー、お読みになってみてください。えー、以上です